98円のホタルイカ、これ兵庫産って書いてありますけども、これ石毛魚類っていうところで買ったものです。まあ格安超目玉として、昨日買ってきました。で今回使うのがフライパン、ホタルイカとキャベツ、まあ二大主役ということで、忘れちゃな、オリーブオイルもね、で本当はホタルイカが目を取らなくちゃいけないんでしょうけど、目を取る方が多いんでしょうけど、今回は目を取らずに入れちゃいます。オリーブオイルをたっぷりと入れて、今回買ってきたのが生ニンニクおろし、キャベツをちぎって入れて、最後のホタルイカが旬なんで、もうとっても美味しそうです。はい、これで出来上がり。よし、スペインの赤ワインで、はたまたうまいのかどうか。はい、いただきます。うわ、うまそう。プリップリだな、プリップリの、うん、プリップリのホタルイカいただきます。うまい。昨日これ焼いたステーキとキャベツマヨでいただこうかなと思います。さっきこのホタルイカオレ汁で、美味しそうだね、やっぱりキャベツはね。切っていこうと。よし。よいしょ。豆乳、ああ、そうだな。キャベツをもっと入れましょう。全部入れちゃおう。入れちゃっていいでしょうか。入れたいと思います。砂糖、砂糖大変です。どうしてみましょう。んよいしょ、ここは最初砂糖があるソースを通る。うまそう。お分かりません。
ャベツ結局こんだけしなーってなっちゃったね。よし、味見してみよう。うまい、完了です。ステーキの春キャベツ炒め、いかがだったでしょうか。ぜひお試しください。